ガラス坂だけどビードロ恋細工。デビュー曲のガラス坂をいただいた時には何とも言えない感激が胸に込み上げてきました。そしてデビュー、とにかく周りのことすべてが珍しく驚くことばかりでした。私のデビューはとても幸運で、ガラス坂もヒットして、その暮れの各新人賞も多くいただくことができました。芸能界という世界に入り、右も左も分からず、ただひたすらに一生懸命やった1年で、食事や睡眠の時間が全然取れなくても少しも辛いと感じたことはありませんでした。逆に忙しいことがとても嬉しいことのように感じていました。ファンの皆さん、スタッフの皆さんが私のために一生懸命に応援してくださっている、そんな姿を私はとても嬉しく思い、そしてもっともっと頑張らなければと思いながら過ごした1年でした。Yeah.
話しぐれパープルシャドウ女友達。この年は
2年目のジンクスという言葉がよく言われた年でした。それでも2年目の最初のシングル話しぐれがベスト10に入るなどして、自分ではジンクスを打ち破ることができたと思う思い出深い年になりました。ほんの少しだけ仕事の内容などが理解できるようになり、ただ忙しいだけではなく楽しく仕事ができるようになったのもこの年です。パープルシャドウでは髪を短く切ってしまい、お地蔵さんとかスズメとかいろいろ言われ、自分でも家に帰ってしばし鏡を見つめて考え込んでしまうこともよくありました。また女友達は私がとっても好きな曲の一つなのですが、私にはちょっと大人っぽい歌だなと思いながら歌っていました。雨の街に呼び出されて、傘も持たずに飛んできた。私髪を切りすぎたの、まるで男の子みたいよ。水無月の雨の色、大粒の真珠なの。揺れる私のまつげの先にも滲む。窓に人
ドリームオンドリーム青春セカンド詳細のメロディー。この年は私にとってとても辛い年でした。まずドリームオンドリームの時に歌詞の中に出てくる滑るように滑るようにという箇所がちょうど受験シーズンにぶつかってしまったということもあって、受験生から滑るようにとは何事かと非難を浴びてしまったのです。私としてみればそんなつもりではなかったのにと、当時とても寂しく辛い気持ちになってしまいました。また詳細のメロディーの時も、初めは子守歌を聴かせてが A 面で発売しましたが、ファンの方々から B 面の詳細のメロディーの方がいいという当初リクエストカードが殺到して、急遽 AB 面をひっくり返して発売しました。私は子守歌を聴かせてがとても気に入ってましたので、残念な気持ちと、また詳細のメロディーがヒットしてくれたら嬉しい気持ちとで、とても複雑な気持ちでした。
青春の日よ。
長い髪をなびかせて海辺の向こうにかけてゆく七色の幸せが空いっぱいに広がった指と指を絡ませて喜びの涙ひとしずく小さな貝殻に二人の胸のときめきを何にも見えないあなただけ優しい言葉のあやとりを海の果てまでも続けたい誰も知らない愛の世界バラ色の空見上げ素敵な香りの花びらを私だけをアルバムに秘密のページができました潮騒のメロディーにあなたの微笑み温かい桜貝に語りかけ愛のきらめきをいつまでも何にも見えないあなただけ優しい言葉のあやとりを海の果てまでも続けたい誰も知らない愛の世界何にも見えないあなただけ優しい言葉のあやとりを海の果てまでも続けたい誰も知らない愛の世界よごと惑うつ風の音さあ
どうして私を愛したのですか。私はピアノ、愛のイマジネーション。この頃の私は少し落ち込んでいた時よりも随分と気分的にも吹っ切れて、仕事も順調にいき、キャンペーンも全国に行って、とても充実していた年になりました。しかし一つだけ悲しいことに、私の大好きなおじいちゃんが亡くなってしまったのです。とても私のことを可愛がってくれていたおじいちゃんだけに悲しみもひとしお。でも私が歌手になって一番喜んでくれたのもおじいちゃんだったので、よし、もっともっと頑張らなくちゃと自分に言い聞かせて頑張りました。そして二十歳の誕生パーティー、とても盛大にやっていただきました。とっても嬉しかったです。そこで初めて歌った私はピアノ。この曲が順調にヒットチャートに上がってきてくれて、改めて歌を歌っていてよかったなと思った年でした。私を愛した。
地みたいに音を立てて崩れてく涙が出ないのはなぜ教えてほしいだけさあなたから目が離せない二人して you、mm-hmm.